はい、じゃあ次2種目目やっていきたいと思います。次はボールウォークって言って、ボールをこう足の裏で舐める技なんだけど、技というかね、練習なんだけど、まあこれはね、非常にこう特にまあフォワードだったり攻めのポジションやりたいなって思ってる選手にはすごく使えるトレーニングなんで、ぜひね、家の中でボール用意してやってみてください。じゃあ今から見本見せます。まずボールを右側にじゃあ置いてください。右足の方、そしたら足の裏でもうボールをね舐めます。そしたらこっち左側に来るよね。そしたら左足でそのまま来たボールをそのまま舐めて返す。足裏でこう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 するとね、ほらコーチの見てわかるかな、歩いてるみたいでしょ。歩いてるみたいにボールをこうやって足で舐めて、足裏でこれ舐めるって言うんだけど、こうやってニュルニュルやってください。この時ね、意識することはこう足をねこうグッと入れすぎない。入れすぎちゃうと、例えば試合とかだとね、どうしてもこうやって舐めようとしたら敵がこっちから来たなんて時があるじゃん。そういった時にこう行きすぎちゃうと、こう足がこうなっちゃうと、すぐこっちに行くことができなかったり、素早いね方向転換ができなくなっちゃうってことがあるから、足はねこっちまで行かない、まあ真ん中でピッて離して、ピッ、オッケー。手でやるとこんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、オッケー。これを20秒かけられる2セット3セットかな、できる人はやってみてください。俺ね、本当に、コーチはね、正直ね、ディフェンダーだからあんまり上手じゃないんだけど、コーチのチームのフォワードのね、うまいストライカーの選手たちはみんなこれ上手です。なんで、これをね、しっかりマスターして、ストライカーになりましょう。これで2種目目です。